っています。続いてはワールスマイリーのコーナー。水曜日のテーマは福祉力アップということで、担当ファミリーはあーちゃんこと磯木彩香さんです。あーちゃん。はい、皆さんこんにちは。あーちゃんこと磯木彩香です。本日もよろしくお願いします。はい、じゃあーちゃんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はですね、毎年行われていますランパモプラス群馬という福祉のイベントについて、今年のね、新しい情報が解禁されましたので、お知らせさせていただきたいと思います。ランパモプラス群馬、皆さん耳にしたことあるでしょうか。はい、このランパモプラス群馬っていうのは、認知症になっても安心して暮らせる群馬、そして認知症の人と一緒に誰もが暮らしやすい地域を作るというコンセプトのもとですね、認知症の方やそのご家族、支援者、一般のお子さんからお年寄りまで、みんなで少しずつ群馬県をリレーしながら一つのたすきをつないでってゴールを目指す、そんなイベントになっているんです。こちらはですね、全国的なイベントになっていまして、北海道から沖縄まで本線およそ 6500km をつなぐビッグプロジェクトになっています。で、今回は群馬県版ということで、プラス群馬っていう名前がついているんですね。今まで認知症の人と接点がなかった地域住民の方と、認知症の人や家族、そして医療福祉関係者の方が一緒にね、こう助けをつなぎながら日本全国を横断する、そんなイベントになっています。で、毎年ですね、このランパモプラス群馬っていうのは開催が2日間行われてまして、10市町村で行われてるんですね。ここ前橋市、高崎市、伊勢崎市、渋川市、玉村町、東吾妻町、太田市、沼田市、藤岡市、安中市だったんですけど、今回はなんと1日プラスになって3日間開催されることが決定しました。さらに10市町村がプラスされるんです。緑市、中之条町、草津町、妻恋村、長野原町、松井田町、高山村、下仁田、新島、桐生市と10個増えるということで、さらにね、群馬県内大きくリレーをし、一つのたすきをつなぐ、そんなイベントになっています。開催期間は10月の16日、17日、18日の水曜日、木曜日、金曜日となっています。こちらのですね、受付がもうすでに始まっていまして、走る、歩く、車椅子、伴走、応援と5つの部門から参加することができます。8月31日までとなっておりますので、詳しくはランパモプラス群馬というホームページ、そしてチラシもね、いろんなところに今置かれてますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、で、私もですね、実は一昨年からですね、このランパモプラス群馬に参加させていただいてまして、認知症アンバサダーとしてだったので、群馬県庁が最終のゴールなんですけど、ゴールで皆さんをお迎えする、でライブをするっていう役だったんですけど、なんか見ていたらですね、それだけでちょっと私足りなくなってしまって、私も皆さんと一緒に走ったり、いろんな人と出会いたいって思ったので、今年私は走ることが決定しました。はい、なのでリスナーの方も本当にどなたでも参加することができますので、一緒にこのランパモプラス群馬、群馬県を横断してみませんか。本当に一つのね、市で大丈夫ですので、ゆっくりね、みんなでお話ししながら、ぜひ一緒に一つのたすきをつないでいけたらなと思いますね。こういうふうに認知症の人と出会うきっかけがなかったがために、認知症の人へのマイナスイメージを持ってしまいがちなね、地域の人々もいらっしゃると思います。でもこうやって一緒に走ったりとか、
で達成感を感じますよね。そういうことを共有することによって認知症の人も地域で共に暮らす大切な隣人であることを実感できる、そんなイベントになっています。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、合わせてちょっと認知症の関係なんですけど、ここ KBIX 元気21では7月はですね、7月17日の水曜日に、にぎわいホール、1階のにぎわいホールで認知症を語るカフェというのが開催されます。月にね1回行われてるんですけど、7月は7月17日となっています。本当に認知症の方じゃなくても、今って結構若年性認知症って言われて若い方でもなってしまうこともあるので、予防のためにね行かれてる方とかもたくさんいらっしゃるんですよ。みんなでお話をしながら、あの交流も深められるきっかけがここ前橋市で行われますので、ぜひ合わせてご参加していただけたらなと思います。はい、というわけで今日はランともプラス群馬認知症を語るカフェお話しさせていただきました。それではスタジオのナオミさんにお返しします。ナオミさん。はい、あーちゃんイベントで走る？走りますよナオミさん今年は。おっと、じゃああーちゃんが、はい、一生懸命走ってる姿を見ることができるのね。そうですね、あの街中にオレンジの T シャツを着てる集団がいたら、うん、ラントモプラス群馬の集団なんです。なるほど、はい、そこであーちゃんを探せあーちゃんを探せということでお願いしますもうねこういったイベントね、うん、もうそういったきっかけでもね、何がきっかけでもねいいので、皆さんも多くの方にねご参加いただきたいですよね。はい、そうですね、ぜひあのどなたでも大丈夫ですので、うん、ご家族揃ってぜひよろしくお願いします、うん、そうですね、今何かの福祉といったことに直面していない皆さんでもね、みんな自分ごとにお考えいただきたいし、さっきねあーちゃんが言ったの認知症の予防とかね、うん、認知症のイベントもそうですし、そういったそれぞれのイベントにみんな自分ごとということでねご参加いただきたいですもんね。本当ですね、いつ自分に起きるかわからないし、いつ自分の周りに起きるかわからないので、こういうことっていうのは大切だなっていうのを参加してみて改めて気づきました。そうですね、はい、私たちはあーちゃんから聞いてもう本当に気づくことがいっぱいです。いつもありがとうございます。いやいや、こちらこそあのこういう場を設けていただき本当に嬉しいです。いつもありがとうございます。じゃあ思いっきり走ってきてくださいはい、ちょっと運動神経悪いんですけど皆さんと交流を深めながら一生懸命走ってきますはい、あーちゃん今週もありがとうございました。